はい、ボーカルハイドです。ベースです。ギターのケンです。ドラムのイケロです。今夜も昨日に引き続き全員下着姿でのフライングラルカタック、つまり放送コードの限界にチャレンジ、下ネタ限定ラルクアンダーワールド。昨日どころじゃない、もっと下に行きましょう。今日もラルクアンダーワールドへいざなうハガキをご紹介。ラジオネームあやかちゃん、これは上田市、長野県上田市、14歳。私は最近すごくショッキングなことに遭いました、うん、姉の手帳を盗み見たところお姉ちゃんがエッチな女王様風の格好をして男の人の上に乗ってる写真がそれを見たのは一月前なんですが、まだ信じられません。でも手帳の中の日記もさらに読んでしまい、今日もやったとか書いてありました姉さんは普段は順調なのに、そんなことを思うと姉のことが嫌いになりそうです。ラルクの皆さんはどちらかというと S ですか M ですか、おい分かってんのかな、そういうことは知りたいんじゃん、マジなんすかねそれ、冗談じゃなくて、まあ、一応写真一応見たいですねこれ ね、写真をまず送ってきてもらってこっそりね、そうね、その写真やっぱり大募集ね、大募集っていや一個じゃないと思うんだけどお前らもあの私も四つん這いですっていうそういうのまあいいあ、哲さんだけちょっと欲しがってるそういうのはいいから、まあ、でもちょっとこれで証拠ね、俺は S も M も両方ありますね。おっ、ってことは、もうどっちになったところで、ってことは両方あえてしてもどっちも好き、好きってわけじゃないですけど、わかる。わかる、気持ちはわかる。わかる。ヘソン。僕 S。S。設定して。あ、M もある。あれ思い出し思い出し。でも今最近 S。基本。基本ですね。じゃあ、最後にしないで、3番目にユッキー。どっちかなぁ。やっぱりカウント入れるぐらいですからね。どっちなのよ。そんな、じゃないかなぁ。そうね。さんは何？僕はね、どっちもないですよ。あら、わかんないの？え、わかんないっていうか、そういう感情はないよ。あ、わかんねえんだ。どっちもない。なんだろう、今のハイドさんのツッコミは。お前わかんねえの？お前自分のことわかんねえんだ、Sか M かっていうぐらいの、そんな怒らないでも。みんなあるもの？どっちか。いや、俺はなんか、痛みを気持ちいい方向に変える機能はあるよ。ないね、今のところまだ全然そういうの目覚めたことないけども。そうっすよね。いや残念だな。あれあれ、いや僕今ちょっと鉄さん派だな。あ、わかんねえんだ。いやじゃなくてね、あのハヤトさんのそのわかんねえんだって言った時の顔が怖すぎ。見たことねえよ、そんな顔、ライブのあの画面のアップでも。残念だな。すっごい顔して言うんだもん、全然 S じゃん。もう、お前知らねえんだ。なんなら教えてやろうか、俺だってカウントすんだぜぐらいの顔で見てるじゃないですか、アイムさん。そうか。このとにかくね、この姉ちゃんが女王様風の格好で男の人の上に乗ってるっていうこの写真、これ大募集よ。これまずもらって、こっそりもらって。それバイトなんじゃない？ユッキー、また上級な方行ったね今、バイトした時の何、自分の職場の写真なのじゃそれ。あ、そっか。入れない。どうかな、でもそれが職場だったらそれもありだから。で、偶然聞いてた職場の人、あんまり送ってこなくていい。そういうのを募集。気持ちはわかる。わかる。ヘソン。僕 S。S。徹底して。あ、M もある。あれ思い出し思い出し。でも今最近 S。基本ですね。じゃあ最後にしないで、3番目にユッキー。どっちかなぁ。やっぱりカウント入れるぐらいですからね。どっちなのよ。そんな、じゃないかなぁ。そうね。ねぇ。鉄さんは何？僕はね、どっちもないですよ。あら。わかんないの？え、わかんないっていうか、そういう感情はないよ。あ、わかんねえんだ。どっちもない。なんだろう、今のハイドさんのツッコミは。お前わかんねえの？お前自分のことわかんねえんだ、Sか M かっていうぐらいの、そんな怒らないでも。みんなあるものどっちか。いや、俺はなんか、痛みを気持ちいい方向に変える
機能はあるよ。ないね、今のところまだ全然そういうの目覚めたことない。そうっすよね。私は最近すごくショッキングなことに遭いました、うん、姉の手帳を盗み見たところお姉ちゃんが、うん、エッチな女王様風の格好をして男の人の上に乗ってる写真がそれを見たのは一月前なんですが、まだ信じられません。でも手帳の中の日記もさらに読んでしまい、うん、今日もやったとか書いてありました。姉さんは普段は順調なのに、そんなことを思うと姉のことが嫌いになりそうです。ラルクの皆さんはどちらかというと S ですか M ですか。おい、分かってんのか。そういうことは知りたいんじゃ、マジな。はい、ボーカルハイドです。ベースです。ギターのケンです。ドラムのイケロです。今夜も昨日に引き続き全員下着姿でのフライングラルカタック、つまり放送コードの限界にチャレンジ、下ネタ限定ラルクアンダーワールド。昨日どころじゃない、もっと下に行きましょう。今日もラルクアンダーワールドへいざなうハガキをご紹介。ラジオネーム、あやかちゃん。これは、上田市、長野県上田市、14歳。14歳なんすかね、それ。冗談じゃなくて。まあ、一応、写真一応見たいですね、これね。見たいね。写真をまず送ってきてもらって。こっそりね。そうね。うん、その写真、やっぱり大募集ね。大募集って言いや、1個しかないと思うんだけど、お前らも、私も四つん這いですっていう、そういうの、まあいい。あ、哲さんだけちょっと欲しがってる。そういうのはいいから。うん、まあ、でも、ちょっとこれで、証拠ね。俺は、S も M も両方ありますね。おっ、ってことは、うん、もうどっちになったところで、うん、ってことは両方あえてしてもどっちも好き。好きってわけじゃないですけど、わかる。わかる。